このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの上人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンは？さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。戦闘開始。頑固な気配を味わうがいい。俺の邪魔をせん。すさもさと消えろ。すさも傷を負ったのなら俺が回復します。今は手付きに攻めるのみ。仕事しますか。そろそろ終わらせる。雷影は決して倒れん。すぐに気をつけない。余計なまねを。雷鳴とともに死ね。五影が俺の邪魔をしても無駄だ。ウチャはその上にある。勝負あり。手応えがない、こいつ。雷影様を相手にここまで。ウチハのやつ、思いのほかやる。だがその程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕ってあれだけあって実は効いてないってオチ。さすがは雷影といったところか。ふん、遊びはここまでだ。そろそろケリをつけてくれる。砂漠のガーラか。なぜ邪魔をする風影。返答次第では許さんぞ。ウチハサスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある。ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたものだからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上は挟むな。お前は風影だぞ。ああ、分かっている。
開始。お前の憎しみは俺に遠く及ばない。俺の怒りは、俺の絶望はお前以上だ。ラリアット、雷影をなめるな。俺の闇を見せてやろう。走ろう。このままでは。断層の居場所は突き止めたのか。え？断層の居場所は分かったのかと聞いている。そりゃ突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ。あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断層だ。サスケ。グズグズするな。早く案内しろ。あっちだ。おい、一人じゃ無茶だ。断層は必ず俺が。サスケだ、捕らえろ。戦闘アグス。あの扉の奥だ。この分かれ道、どっちも断層のとこには行けるけど。待って、サスケ。妙に静かだ。強いチャクラも感じない。もたもたするな、カリン。サスケ、少しは冷静になる。Hey!
断蔵は俺が潰す。必ずだ。あそろそろじゃぜ。来たな。よく見るとやっぱりいい男ね、内葉一族って。いい男なのにもったいないわ。邪魔をするな。せめてとろけるようなキスをしてあげる。戦闘開始。さあ、行きますよ。水影だろうが関係ない。これを邪魔するのに。おかげを落とした時点であなたの未来はありません。残念ですが、ここで消えてもらいます。よっ、さあ、これが落ちる。なんていう生々しいチャクラの持ち主だ。なるほど、ただのいい男じゃないようね。術の名は雷鳴とともに死ね。動きが速い。想像以上のやり手ね。逃げられない。
わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。